千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の不安は、患者様からの不安はインプラント手術後の腫れはあるかという質問にお答えします。基本的に歯を抜いた時とほぼ同じだと考えていいと思いますので、腫れないとはもちろん言えませんし、腫れる可能性、痛みの出る可能性というのは1週間はあるというはあるかもしれないというお話を毎回必ず患者さんにします。ただ腫れを出された方は当院ではほぼいらっしゃらないので、多分記憶にあるだけで3人ぐらいの方が少し腫れた、ものすごい腫れたわけではなく少し腫れたという症状は出ましたが、それほどすごく下の親知らずを抜いた時みたいにぽっこり腫れてるという経験は私はありません。なのでその辺ももちろん腫れる痛みを出すという、決心をした上で相談して施術を決められた方がいいと思います。またそれにはインプラントをしていい時期というのもご自分である程度の、提案をするのはする方がいいと思います。ご質問ご相談はお電話にて承っております。お待ちしております。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。